さあ今回はですね、アシックスのスポーツコンプレックス、東京ベイにお邪魔しています。でこの後サブ4道場ということで、今回とあるトレーニングを受けていきます。でその前に体の隅々までチェックしていただけるということなので、早速行っていきたいと思います。さあラボにやってきまして、はい、ここでは何をまずはするんでしょうか。はい、ここはアシックススポーツコンプレックスラボといって、はい、能力測定のお部屋になります。能力測定、はい、これからスポーツを始める方がこれからどういうふうにトレーニングしていこうかっていうのを測定で見ていたりとか、ランナーの方に向けてスピードを取ってみたりとか、はい、持久力を取ってみたりとか、いろんなデータを取れるお部屋になります。1つ目が足型測定と筋力測定、はい、あとはマスクをつけてもらって全身持久力を測定します。まずは足型測定からということで、はいはい、まずは測っていきます。はい、OK です。でグリップ握ってもらって親指をですね、で肘伸ばして脇ちょっと開いてリラックスして、あ、すいません、測定が完了しました。あ、はい、OK です。はい、頑張りましょう。始めてください。はい、上げます。はい、見て。上げましょう。頑張って。見て。あれ。最後上げて。はい、引きましょう。頑張って。頑張ってです。さあ、うん、この後マスクをつけて全身持久力を走っていきます。はい。入れまして。はい。では測定開始します。頑張ってやっていきましょう。距離的には3キロくらいだったのに、ね、こんなに汗かくと思わなかったです。さあ、グレープフルーツ。かしこまりました。お願いします。お待ちください。すごい。しかもこの水素水メーカー見たことない。めちゃくちゃかっこいい。ということでカフェでこの、はい、ザバスのアクアホエイプロテイン、はい、をいただきます。はい。うん。すごい飲みやすいですね。お疲れ様でした。あ、はい、はい、ありがとうございました。データをざっくり解説をしていきます。はい、1つ目が足型測定。縦の長さが 23.9 センチと 23.6 センチが実寸のサイズでした。はい、ここの実寸のサイズからプラス1センチぐらいは開けてもらった方がシューズの機能を生かすためにはいいので、はい、少なくとも 24.5 センチか、本当は25センチぐらいのサイズがおすすめになってます。履いたことないです、25センチ。でプロネーションって言われるかかとの傾斜角度っていう値があるんですけど、はい、着地した時にちょっとこう内側に体重が乗りやすいような傾向がありそうだなっていうデータが出てます、はい、でランニングしてる時のその値も実際にデータとして取ってるんですけど、全然違うおります。え、じゃあこれは右が左足に比べて右足の方がより内側にグッて体重が入り込みやすいよっていう傾向が少しあるっていう感じです、はい、次に筋力測りました。はい、前と後ろの差を見た時に後ろ側の方がちょっと弱いよねっていうのがデータとして出てます、うん、はい、後ろですね、右の後ろが特にポイントになってくるかなと思います、はい、これ後ろがもう少し強くなってくると蹴り出す時に力を入れやすかったりとか、うんうんうん、ちょっとこう腰の高さを高くするのをキープできたりとか、あともちろん坂登る時にこうぐんぐん寄せたりとかっていうところで変わってくるので、ランナーの方にはかなり重要かなと思って、で最後取った全身持久力の値なんですけど、はい、それを AT っていう風に呼ぶんですけど、うん、その値が分かるとフルマラソンのレースペースが分かります。なのでそこのギリギリを走っていくのがフルマラソンだと一番よくて、そのペース4分48秒、3時間22分でフルマラソンが走れるデータになります。3時間22分、はい。ハーフマラソンのタイムが
1時間34分で走れそうですよっていうデータが今日の呼吸のデータから分かりました。はい、はい、この、ね、計算を元にサブ4するには、はい、体をなんとかしろということですよね。なるほど、呼吸能力は特に問題ではなさそうです。そうなんだ、はい、データを元に、はい、呼吸能力を鍛えなきゃいけないのか、うんうんうん、長く走る練習をしなきゃいけないのかっていうところがまずこのデータで明確になりますね、はい、あ、じゃあ明確に今やるべきことが分かった。はい、すごい、これは興奮しますね。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、この後じゃあトレーニングお願いいたします。さあ、上での測定終わりまして、はい、フルマラソンのサブ4を目的にされてます。で、特徴的だったのが筋力が右の太ももの裏が結構弱め、はい、で着地も右足に少し癖が、ね、はい、で少し膝が内側に入りやすそうな癖があったので、うん、はい、そのあたりがフォームの中でも特徴になってくるかと思いますので、そのあたり中心にやっていただけるといいかなと思います、はい、なの で前に比べると、うん、両足ともハムストリングスちょっと弱めなので、はい、強化を大事かなと、ここで、はい、先ほどちょっと映像を見させてもらったんですけど、 あと少しお尻周りとかももう少し強化してもいいかなと、弱いのが出てますか。はい、わ、はい、かりました。はい、頑張っていきましょう、はい、よろしくお願いします。最初この種目でランジバックという後ろにランジをするような動きで前の足のもも裏とお尻強化という形で行っていきます、はい、最初足上げます、はい、後ろに足下げてもらって立ち上がる、はい、で上げる、そこからそうです、お尻をグーッとお尻に引く感じで、そこから立ち上がります。うわぁ、そうです、いいですね。パフォーマンス向上という感じでジャンプ系を加えて、はい、足を片足支えてジャンプするという動きを入れていきたいと思います、はい、多分先ほど多分結構このジム低酸素なんで、うん、結構筋肉的に痛みとか出ませんし、違和感はあります、若干結構そういうの低酸素の良さがあって、結構全身加圧みたいなイメージしてもらうとあれなんですけど、うん、低酸素で一応あちらにあるんですけど、はい、1974、うんうん、今標高一応そのぐらいになってまして、はい、一応酸素濃度窒素とかで入ってまして、一応酸素が少なくなっているという状態、より弱化がかかった状態で、そうですね、より酸素が少ない状態でやるやる、酸素濃度を測っております。一応平均的には100ぐらいが、まあ、常時で今も93で結構下がってる、徐々に下がってる感じです、はい、一瞬 で、はい、95でこれ動いてみて、それでまた測ってどうなるかって感じで、この状態から少しジャンプするような感じで、ここからこうジャンプをしてもらいたい、上にこう少しちょっと今ですね、こちらのトレーニングルームで実際に3つのトレーニングをさせていただいたんですが、ここ2つ目、最終種目でもここ使わせていただきましたが、はい、パー感があるんですね。特別競技場と同じような素材になってました。こちらのパー感、実際に何メートル？こちらは50メートルストレートでございます。あ、じゃあ端から50メートル走も取れちゃうような。そうですね。走ってます。これ、今山の中を走ってます。30メートルのコーストレーニングいかがですか？今来てます。でさっき入った時酸素濃度もね、測れるやつつけていただいたんですけど、入った時 90% で、今87で、体感としては入りたてはなんか全然感じないなっていう感じだったんですけど、今この息の荒れ具合を、ね、見ていただくと分かるようにきついです。はい、ということでですね、今日はアシックススポーツコンプレックス東京ベイで体の隅々まで見ていただきまして、その後こちら奥にある低酸素で、トレーニングさせていただいたんですが、すごいですね、開放感が溢れている。
そしてなんといってもこの低酸素は毛細血管が開いてよりポカポカしながら、なんと体脂肪の燃焼もいいという効果もね、先ほど聞いたので引き続きね、通いたいなと思っております。そして今回私全てね、見ていただいたんですけど、意外と心拍は強いんだ。逆にこう自分が足結構ね、筋肉あると思ってたんですけど全然なかったっていう結果が見えたので、これを参考に今後ね、サブ4を目指していきたいと思います。このチャンネルがいいなと思った方は、高評価、そして、チャンネル登録もお願いします。コメントもお待ちしてます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。